ミヨンです。わかりました。そちらの対応はお願いします。それから一切の口封じをよろしくお願いします。ええ、では。何、口封じって？聞いてた？何のことかわからない。聞こえた通りです。富武さんと高野さんがお社様のたたりに遭われました。本当にお気の毒なことです。お姉何を。富武さんは自らの手で喉をかきむしってお亡くなりになりました。高野さんは遠くの山奥でドラム缶に詰められて焼き殺されたそうです。何それ、なんでそんな死に方。わかりませんか、シオン。理由なんて一つしかないじゃないですか。何の理由かな。お社様のたたり。サトシ君、私やっとわかったよ。やっぱりすべてそのザキ本家の仕業だってことが。サトシ君の無念はきっと私が晴らすから。ダメダメダメよ、ダメなのよ。遅くに誰からの電話だね。